お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのウォールブレイカーデッキをねやっていきたいなと思います。というわけでこちらなんですけども、なんとねプリンセスが入っていますっていうのがちょっとね珍しいかなと思います。プリンセスといえばよく枯渇デッキというか、まあ枯渇デッキにしか入ってるのあんま見ないぐらい、まあでも枯渇デッキでね異常に活躍するカードなんですけども、ごく稀にねこうウッドを咲かせたり、まあ、矢波を使わせるという意味でスケラデッキとかにもこうちょくちょくはね、使われることもあるんですけど、という感じで今回もまあウッド、矢波、枯渇のような役割でウォールブレイカーデッキに、ね、入ってきましたよというようなねデッキになってます。インフェもあれば、まあコウモリもいて、まあ全体的にウッドやザップをね枯渇させるようなウォールブレイカーデッキという感じですね。さあでしかもね中身がね独特で、これがまたインフェとクエイクでデリバリーなんですよね。なんかスペルがもう普通ウォールブレイカーだったらファイブウッドとかなのに、なんかもうねごちゃごちゃ全部に勝とうとしてるみたいなデッキですね。本当に削り対決でクエイク入れて負けないようにして、まあインフェルタワーで大型守るよと。でわーおー、めっちゃいいウォールブレイカーじゃなくてめっちゃいいガゴムレディが来てピンチ。さあさあさあ、そうですね。でデリバリーでまあなんとかね大型の後衛処理だとか、まあ、全てなんとかしようというようなねデッキです。なので枯渇系とか、今回相手がちょっとデッキまだ分かんないんですけども、まあ、ゴブリンバレルとか来るとわープリンが強い、結構ね大変なデッキになりますね。まあでも頑張れば本当に何にでも勝てるようなデッキですね。大型にはね個人的に強いと思うんですよね。まあインフェルノタワー、そしてデリバリーがあって、まあ、あとはプリンセスコウモリでこう毒にザップ使うみたいな、はい、結構ね守れると思うんですけど、高回転対決がなかなか大変ではあります。そして今回相手はディガーザップのゴブリンギャング、工場バーバリアンというような編成でしたね。まあわかんない。わかんないですけど、まあディガー、おい、スリーマスケッティーや。あ、枯渇？いや、待ってよな。コウモリでしたもんね。いや、でも枯渇三子ですよね。枯渇三子なんだけど、なんか、相手にコウモリがいるようなデッキでしたね。さあさあさあ。で、ギャングにはクエイクを打つと。まあこのデッキは、本当にクエイクでただただ削るデッキのようなイメージを持ってもらえたらいいかなと思います。いや、これワンチャン止まんのかな？いやいや強い。プリンが強い、プリンが。相手がね、ディガーザップなので、この僕のプリンが一生生きるような流れですね。しかもこのちょっと低めにね、プリンがいるんで、相手はガゴムリ系も出しにくいと。さあさあさあ。いや、これちょっと微妙に届かんすね。まあ、ここも一回削りに行ってあげて、まあ、デリー一応落としとくか。もったいないかな。ガゴムリがちょっと怖いんで、デリバリーをね、容易に割いてしまうと結構危ないんですけど。よいしょ。さあ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 。で、ディガー拾っていく。で、ここ、ゴブリン、ギャング、狂い読み、アースクエイクとか打ってあげて、全然外れるんですけども、まあ、ここで対応してきたのは、これ、すでに残ってるプリンでね、はい、処理できるよと。で、最後、始まりプリンで、綺麗にフィニッシュとね、しましょうか。まあ、ザップなんでね、多分、ここはもうあと一発ね。ナイス。さあ、グッドゲームと。いうわけで、相手のデッキもね、すごい、なんか、久々に見るようなデッキでしたね。コウモリいなかったっけ？コウモリいましたよね。なんか、枯渇三重子なんだけど、なんか、あ、違う、ジャイ三重子か。ジャイ三重子なんだけど、まあ、なんか、エリポンがね、エディガーになってるジャイ三重子というような形ですね。あのね、昨日かな、ツイッターで見たんですけど、マジでグローバル20位ぐらいに、ゴレ三重子で行ってるプレイヤーがいましたね。ゴレ三重子、スケルトン部隊、スケドラ、なんか、ガゴムでいたかわかんないですけど、まあ、みたいな。なんかね、懐かしのデッキをね、そう、結構使ってる人もいるので、ほんと一昔前にね、戻った気分でね、ちょっといろいろ懐かしいデッキがね、はい、今、うじゃうじゃ湧いてる状況でございますと。さあ、スパーキーですね。スパーキーも、まあ、基本的にスパーキーデッキはこう、矢の雨だったり、相手のスパーキー無能で草って感じなんですけど、まあ、ザップが多分あると思うんですけど、インフェにザップを咲いてしまうと、僕のコウモリが無双すると。で、まあ、ザップだったらザップだったら、もうコウモリがすでに無双するというようなね、まあ、めちゃくちゃいいガゴですね。竹取りガゴ。さあ、デリで竹を取りつつ、デリと被らない位置でナイトとかでね、竹を取ってあげると、結構ね、安心して耐えることができますね。いや、いい。
からの、ここからね、さフィーバータイムですね。フィーバータイムなんですけど、まあ、このプリンに絶対対応してくるので、それを対応したやつを買ってからね、一回ディガーウォールブレーカーで仕掛けていけるといいなと思うんですけど、ワンチャンザップ打たれるかな。ザップ打たれる、急ぎ目のね、ディガーで、ここでね、ウォールブレーカーをつけてあげると、相手は、まあ、なんだ、ミニペか、あ、エレキですね。エレキ、ダクプリ、ミニペ、サンガゴみたいなね、編成だと思います。さあ、サンガゴを気をつけたいですね。インフェを行った際の、あの、真ん中サンガゴで竹取られてる間に、こう、ゴブジェに結構壊されて、みたいなのを個人的には気をつけていきたいですね。さあ、で、まあ、ザップ、レイジがあるかわかんないんですけど、まあ、で、ザップなので、基本的に今、プリンセス無双したいですけど、もう早めに出しちゃったんで、ここはもしかしたら、行かれちまうかもしれないですね。ちょっと延命してあげて、これ一回ちょっとね、ディガーに打たせてあげて、で、コウモリをね、こう、よしよし、いや、めちゃくちゃいいコウモリですね、これは。相手が、まあ、インフェルノターンにやっぱザップ系を使うので、ちょっとインフェと被らない位置のザップです。ザップというかあれですね。で、これまあエレキだと思うんですよね。なんかちょっと勝ちに行ったけど、絶対勝てないナイトでしたね。これちょっとあの、遅れて飛ばします。ナイトに打って、これね、入ると思うんですよ、個人的に。一発入った。一発入るだけでもでかい。ワンチャンザップ打たれる。いや、打たれない。よしよし。で、ナイトとデリでね、しっかり溶かしていきます。で、プリンセスを、まあ、なんか下の方出しておけば大丈夫そうではある。で、逆サイのあれはもう許容しましょうか。で、エレキが来るので、コウモリを追加して、タギをね、変えてあげると、ウォールブレーカーがぶっ刺さりクエイクで、うん、GG と。いや、めちゃくちゃね、コウモリ、インフェとコウモリのこの2つ、結構昔はね、インドラコウモリとかインフェコウモリは、まあ、当たり前のセットで使われてたんですけど、ザップ枯渇で。なんか、最近なかったので、ちょっと久々のね、感覚がありますが、よろしく。まあ、最後の最後はなんかもう本当に一生後、守って、まあ、クエイクで削るっていうことも可能なので、まあ、そういう部分では削りは結構強いと思いますね。まあ、防衛も強いと思うんですけど、さあ、ここはまあ、プリンでね、コウモリを買っていきます。まあ、ディガーぐらいは組み合わせていい気もしますね。よいしょ。で、まあ、あんま攻めすぎないようにしたいですね。なんか攻めすぎて、なんかカウンターでワンパンが結構怖いですね、このデッキは。さあ、今回の相手は、ディガープリンスのギャング?わかんないですね。ディガーがなかったら、ジャイピーピー枯渇、ジャイプリプリに小物がすごい入ってる編成もあるんですけども、今回ではディガーがあったので、迫撃プリンスですね。まだ珍しい。あ、迫撃ディガーですね。普通に。これまた懐かしい。やばい、1、2年ぐらい前のデッキですね、これは。迫撃ディガー。吹き矢プリンス。いや、結構嫌ですね。ゴブギャンとか見て。まあ、ここは、ザップか?相手のスペルがわかんない。ザップじゃないことがちょっと救い。で、まあ、ファイブがワンチャンあるが、ユニットだったら、あ、ファイブですね。さあさあさあ、ファイブプラスの、まあ、ザップではないと思いますね。ファイブプラスの、まあ、デリバリー、んデリは違うか、相手が。ファイブプラスのウッドカム、ファイブプラスのタルババの可能性は高そうですけどね。で、このディガーで多分迫撃の竹取れてるんですね。あ、でもこれね、一発ぐらい入るんですよね。てか、二発ぐらいあんのか、あれ。あれ、痛いっすね、この迫撃。さあ、で、これ、プリンス、クキア、いや、めちゃくちゃいい攻めしてくんな。僕はね、これ、右サイド攻めたいんすけど、左の方がいいのかな。攻め白の竹を取れないんですよ、個人的に。よしよし。あ、待って、ウォールブレイク刺さる。いや、でかすぎる。あ、やいく。待って。さすがにでかすぎる。いや、これプリンスのためワンチャン許容する？ヤンキーかな？いや、僕らになったら許容する。でも削る。いや、めっちゃいい。え、ここ一回クエイク打ちたくないけど打って。よしよしよし。いや、めっちゃいい流れ。で、ゴブギャン咲いてるんで、マジででかいですね。ゴブギャン咲いたら、こう、ウォールブレイクで多分竹取れる。いや、取れてね。バカ。インフェで、やいちゃおう、インフェで。さあ。で、吹き矢にね、多分、ボコボコにされちゃうんすよね。
インフェが。そう。で、まあ、プリンス受けもいるっていうのがね、嫌ですが、まあまあまあ、これちょっと延命しつつね、みたいな。よしよしよし。これ絶対的ついぞ。これ5まで行くのがね、絶対。で、クエイコもこっちに打っちゃうっすね、僕らになると。ディガー削り、いや、待って、やばい。やばい、待って、タイブレーク、タイブレーク、タイブレーク、来い、来い、来たー、ゲイ、グッドゲーム。危ねー、危ねー。これなんか、迫撃の受けがマジでない。迫撃受けがなさすぎて、結構ハードでしたね。マジで。マジハードだったんですけど、まあなんか、本当に、クエイクがあることによって、まあ、迫撃はギリ壊せて、みたいななんかね、すごい懐かしいデッキいっぱいあってね、最近ちょっと楽しいですね、なんか。本当に、今もう何でもいます。いろんなデッキがいて、おもろいんですよね。よろしく。さあ、インフェデリバリー、プリンセス。なかなかね、あまり見ない組み合わせですが、意外と戦えてますね。大型系ちょっと引きたいですよね。ゴレとかラバとか。まあもう、スケの時点で多分ないんですけど。大型系に強いと思うんですよね。このデッキ、個人的に。わかんない。やってないから、大型にボコボコにされるかもしれないんですけど、で、アイゴレスキーディガーだったら、で、ユキなんで、まあ、ボムタワープラスのバルーンとか、まあ、バルーンっぽいっすよね。間違いなく。さあ、Hマスケを出されますね。まあ、明らかにバルーンですね、今回の相手は。まあ、ディガーを拾うのがちょっと大変になってくるかな。どうだろう、雪玉をコウモリに打たれたら、気持ち的に、まあ、インフで頑張って守るよみたいな感じかな。で、これ多分タレだけで終わるんですけど、まあ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 。あ、ボム。さあ、バルーンだと思いますね。クエイク、いや、クエイク削り、ちょっとね、いつから始めるか怖いっすよね、本当に。インフとコウモリあれば、結構バルーンは止まると思うんですけど、いや、多分バルーンなんですね。これでバルーンじゃない可能性もまああるんですけど。さあ、雪玉がちょっと強い。僕のインフェの位置がなかなか初心者なんですけど。まあ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 。まあ、ディガークエイクでも本当に削る形ですね、僕としては。で、プリンセスもコウモリもバルーンの防衛は無能なので、できるだけ小物で、まあ、できるだけ低コストで回して、まあ、インフェルノタワーでバルーンを守りたいですね。で、多分それを繰り返してると、コスト的な問題で、相手のバルーンに一回追いつけないサイクルが出るんですよね。なんでそこでどれだけ耐えれるかだと思うんですけどね、僕は。さあ。で、まあ、ディガー飛んでくると思うんですけどね。バルーン。よいしょ。さあ、相手は雪玉を打ちたい。で、雪を打ったら、まあ、コウモリ出してあげてぐらいでいいと思いますね。で、これな、ウォールブレイカー追加するか悩むな。悩むな、クエイク打ってよかったな。打たないと僕削り勝てないんですよね。そう。なので、クエイク打つか悩んでるとワンパンされますね。さあ、で、高めにコウモリとか出してあげるんですけど、これで一発入る。いや、こうなってくると、なかなか、なかなか厳しいございますね。最後は多分ディガーを普通に当ててきつつ、いい位置。さあ、という風な感じでね、ちょっとバルーンがね、やっぱりきつい。インフェ置いても、タゲ取られて、まあ、コウモリユキ打たれて、で、プリンは無能でって感じなんですけども、まあ結構ね、バランス型のね、はい、デッキですので、ぜひ皆さん使ってみてください。個人的に、ワンチャンプリンセスはね、吹き矢でもいいんじゃないかなというような部分もあるんですけど、まあ、一旦ね、プリンセス型でね、皆さんも使ってみてくださいと。いうわけでね、終わります。よければチャンネル登録、高評価、コメント等もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。